皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。元プロ野球選手の斉藤佑樹氏、35とタレント、俳優の桐谷美玲、34が3月25日より、日本テレビ系の夕方のニュース番組、ニュースエブリー、の新キャスターに就任することが発表された。斉藤氏は月、火曜、桐谷は水、木曜に出演することとなるが、 両者の起用に対して疑問を呈する声が噴出している。画像、はぁ、あ、美人です。新キャスター就任の桐谷美玲、デコルテ完全全開の美しすぎるドレス姿、セクシー。長らく、ニュースエブリーの MC を務めていた藤井孝彦アナウンサー、52、が3月をもって日本テレビを退職し、4月からはフリーアナウンサーとして、同局の夜の報道番組。 ニュースゼロの MC に就任する。代わってニュースエブリーの MC は鈴江七々アナ43と森圭介アナ45が担当することになる。この度新キャスターに就任する斎藤氏は2006年夏の甲子園に早稲田実業のエースとして出場し全国制覇ダブルコートハンカチ王子として話題になった。その後 早稲田大学を経て2010年に日本ハムにドラフト1位で入団2021年10月に現役引退し同年12月に会社株式会社斎藤佑樹を設立している桐谷はファッション誌でモデルを務めたほか俳優としてドラマや映画に出演2012年から6年半にわたって「ニュースゼロ」現「ニュースゼロ」のキャスターを務めた 斎藤氏と桐谷のキャスター就任には、ニュース番組は局アナで放送すべき、まさかの桐谷二例ゼロかよ、あ、ニュースエブリーは見ないわ、見ないことにするわ、困難で、権力に立ち向かうような気骨のあるジャーナリズムができるわけがない。と疑問を呈する厳しい声が SN、SNS、ネットには多数寄せられているのだ。 斎藤佑樹氏桐谷美玲の起用に厳しい声が殺到。制作会社関係者が話す。昨年12月に発表された、好きな男性アナウンサーランキング、でも1位に輝いた藤井アナの離脱はあまりにも大きい。藤井アナの信頼度は抜群だった。藤井アナが出ていたからこそ、ニュースレブリー。にチャンネルを合わせていた視聴者も多いでしょう。 3月末から新体制になるわけですが、鈴江アナは昔から、落ち着いていて原稿もしっかり読めると社内での評価も高い。清楚で美しいビジュアルで視聴者からの人気もある。2014年から「ニュースエブリーを担当し、藤井アナ不在時には代理も務め上げていましたから安定感も十分です。一方で、森アナは鈴江アナよりも先輩で、 もうベテランではありますが、なぜかずっと後輩キャラ感があって、頼りがいがあるイメージではないですよね。情報番組『スッキリ』23年3月終了で加藤浩次さん54と長く一緒にやっていたからか、鈴江アナ、森アナの新体制は藤井アナ体制と比べて物足りないのではないかという判断から。 知名度が高くイメージの良い斉藤さんと桐谷さんが投入されることになったんでしょう。ただ、両者には報道のイメージはなく、どうしても客寄せパンダのような人選に見えてしまい、批判が出ているんでしょうね。東日本大震災から13年となった3月11日、藤井アナは福島・富岡町からレポートを行い、 当たり前の日常がどれだけ大切か3月11日が教えてくれている、などと語った。そんな藤井アナに対し、藤井アナの言葉誰も置いていかず、押し付けず寄り添ってくれる。涙でます。言葉の力を感じます。ありがとう、藤井さん。 来週で卒業なんですね。被災地への温かく優しい思いに泣けました。いつも他者への思いやりに溢れる藤井さんのコメントが大好きです。これからも頑張ってくださいね。といったコメントが SNS にも寄せられた。コロナ禍での命より大切な食事会、パーティーはございません。などのコメントもそうでしたが、藤井アナの言葉の力は視聴者から絶大な支持を集めましたよね。 そんな藤井アナが、ニュースエブリーを卒業することに、やはりロスの声がある。CMC に就任する森アナには、頼りない感じがする、という声もありますが、彼の同期は、24時間テレビの総合司会も務めるなど、やり手で大人気だった西尾ゆかりさん、46、安部明子さん、45、昨年の人事でアナウンサーから社長室主任へ移動した杉上幸恵さん。 46とパワーあふれる女性アナ3人でしたから、自然といじられキャラ、そして後輩キャラへとなっていったのかもしれませんね、全道。後輩アナに愚痴っていた森アナ。2023年9月、森アナは YouTube の、日テレ、ZIP、公式チャンネルに登場。動機が西尾、安倍、杉上氏と女性3人だったため、上からは1人吊るし上げられる、スケープゴート。 的な存在だったたと話した後輩の畑下ゆかアナ32が森さんみたいなタイプの人が男性1人で超良かったですよね。受け止め体質というか結構サンドバッグ体勢強くないですか殴られても平気っていう体勢が整っちゃってると指摘すると森アナは俺そのつもりないけど俺だって殴られたくないのよ俺は。 在職1年目はそうじゃなかったもっと普通にやってたかったよそれがもう今ではサンドバッグ状態しまいには後輩からもと嘆いていた森アナは『すっきりでも番組の不祥事の度に謝っていましたよね曲アナなのでそれが役割だったわけですが視聴者には謝罪をするアナウンサーというイメージもあるのかもしれません また、森アナは2004年には先輩アナだった魚住理恵さん、52、と結婚しましたが2005年に離婚。多忙でのすれ違いが原因だったといいますが、お相手の魚住さんも先輩でしたし、やはりそこでも後輩キャラ感が漂うといいますか。局内評価の高い鈴江アナ、ちょっと頼りなさげな森アナという新体制になるニュースエブリーですが、 補強のために斉藤さんと桐谷さんが投入されることになり、スタート前に厳しい声が飛んでしまっていると。斉藤さん、桐谷さん、そして森アナは、3月末からの放送で視聴者からの評価を上げていくしかないですね、全道。スーパーエースだった藤井アナの卒業で、視聴者の大移動がありそうとも言われている各局による夕方ニュースバトル。現在 世帯視聴率9%前後を獲得市民法局でトップを走るニュース・レブリーだがリニューアル以降も首位の座を守れるだろうかどこだと思いますか次は CU でした